ちょっと我が輩の希望の物件言うから探してよ。みんな。我が輩の代わりに物件探してよ。まず、44LLDDKK で、ディスポーサーついてて床暖房で、で、タワーマンションで、40階以上で、で、エアコンが全室ついてて、で、家賃は、30万円以内。プールとかすごっ。いや、うちにプールあったらもう毎日入りたいな。いや、マジで入りたい、プールとか。うん。ラプサも泳げるの？泳げないよ。泳がないの。浮き輪で浮いてるのが一番楽じゃん。足バタバタさせてよ、わざわざ我が輩がよ。泳ぐわけねえだろうがよ。浮かんどきゃいいんだよ、プールなんか。そりゃね、水泳選手としてスポーツとして泳ぐならまだわかる。しかし我が輩は別にスポーツとしてというより、あれだ、娯楽としてプールを楽しみたい。ならば、足をバタバタさせて、そんなのしないでね、浮いてる方が楽だろうがよ。言わされる。なんか我が輩あくびめっちゃ多いじゃん。それの原因は多分ね、うちの酸素が薄いからだわ。窓をね、全部塞いでるんだけど。完全に塞いでるんだけど、それのせいでね、めちゃくちゃね、酸素薄い説ある。めっちゃあくび出るんだよ。うん。なんでだろうね。山に住んでんの？いや、我が輩タワーマンに住んでるって言ってんじゃん。我が輩今タワーマンに住んでるから、58階のタワーマンに住んでるから、ね、やっぱ空気薄いわ、58階。うん。58階の空気薄くてよ、やっぱ。うん。58階なのに外の音聞こえるの。飛んでるんだよ、きっと。サンタさんだって飛んでるじゃん？サンタさんも、飛んでるから、バイクの方も、飛んでるんだよ。きっとねー。